が先手だ。四段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ右四間飛車よろしくお願いします。さあ2連勝してるらしいです。よろしくお願いします。あ、四間飛車、右四間じゃないのか。嬉しい誤算。あ、角打ちがある、角打ちがある。あー、バレていくもう角打ちしてたら勝ってたじゃん今の。まあ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 、いいでしょう、しょうがないそれは。うん、ちょっとあれはさすがに気づかないわ。これ角打ちからどうなの、どうなのよ。うん、まあ5四角でしょうね。もう一回角を打ちますと。さてどう来るか、どう来るかお聞きしたい。あー、そっちに打つんですね。まあまあまあ、これは1分もらいましょう。で、どうするかって言われたら、1回交換しておくかどうかっていう話なんですが。2分30秒。まあ交換しとくか。ちょ、角が死なないように気をつけたいですね。なんか危ない気がするこの状況。しかも歩打ってこないって、これ金取れるやん。え、金取れるやん、ラッキーお主っていうことでね、上げたんじゃないか。こういうこともあるんですよはい、ありがとうございました。前が先手だ。5段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあご機嫌な中飛車よろしくお願いします。偽ゴリ金ではなさそうです。相手四間飛車。さあゴリゴリ金をやっていく。これで勝てたら私は五段が見えてくるってことかなそんなうまい話じゃないかこれここ角打ちたいですよ。これ困ってるんじゃないの。そうでもないわ、そうでもないみたい。一回角上がろう。角なりは知らない。おしおしおし、行くぞ。こっちの攻めはもう貫通しました、お相手に。一回金入ってで角逃げておく。で角なりできたら結構いいんじゃないのっていう。これ角成りでどうなるんですか。歩打たれるかな。いやでも相手も狭いと思うんですよね。そこに歩、2分30秒。そこに歩か。放置して攻めたいんですけど、行くわやりすぎかもしれん。これ取ればいいよね。で同馬だったらあのと金払えばいいんで。あー、これはと金引きたいな。いやと金寄れるのちょっと嫌なんだよな正直。2分。これ取って銀上がりましょう。そうしよう。あ、待って、と金取られるじゃんこれ。あ、やったわ。うわー、やらかしたかもしれん。うわー最悪。あー最悪。あー、もう最悪、もう最悪なんですけど。桂馬上がってみる。いや、歩打つ、歩打つ。いやー最悪だわ。これでこれでいいや。銀打って次のと金寄りを目指します。馬さえなくなったらねいいんで。それはダメな、それダメなんか。1分30秒。馬さえなくなったらと思ったんですけど。
と金入っていた方が良かったのかな。難しいですねこれ。と金より同金、銀なり同玉、金よ。あー角が、角がっていうか馬が邪魔、馬が邪魔すぎる。下から桂馬打つとかどう。一応詰めろなんで受けてくださいよっていう。受けない、これ詰みじゃない。詰んだ、勝ちました。よっしゃ、五段になれるかもしれない。お前には物足りん相手じゃったかね。ありがとうございました。お前が後手だ。五段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ7八飛戦法よろしくお願いします。来たな7八飛。角道開けてくれ。あ、開けてくれた、よっと。これいいんすか、ゴリゴリして。ちょっとゴリゴリしますよ私。ちょっと攻撃力高め向かい飛車ですね。攻撃力高め向かい飛車が来た。私も攻撃力高めでいきます。さあ銀出てくるのかな。でも銀出てくるは遅いと思うんですよね、こっちの攻めより。なんでゴリゴリ金を決めて、次は4号角を決めていく。いや6号角でした、失礼いたしました。6号角、わあ受けてこないわ。行くよ、行きまーす。角打ちかな。あ、そこに角ん、それは何かあるんじゃないですか。金出る、角取られる、2分30秒、金取る、同玉、金打つ。いやー、いける気がするんですけど、いきます。同銀とか同金は同角成で OK。 うん、その後どう来るかですね。角が突っ込んでくるっていうのもあるし、角成もあるし、まあ、同金もあるんじゃないかなと思いますね。あ、角が突っ込んでくるルート、角が突っ込んでくるルートは一回角にリーチかける、それとも5一銀を打っちゃうか。2分。いやでも飛車封印されたらちょっと攻めが遅くなるんで、一回リーチかけるか角に。ここで馬を取ってくるはあるかもしれない。うん、ここで馬は取ってくるかもしれないけど、って感じですね。7五金はもう馬切って暴れちゃうぞっていう感じでいきます。それは駒得は裏切らない気持ちでいきたいな。駒得は裏切らないでいくなら、角を取って、金を取って角を取るみたいな感じでいくんですけども、どう思いますか？1分30秒。いやー、ちょっと、角打ちとか見えるんですよね、正直。いやー、いけるんじゃないか。相手は五段だぞ、大丈夫か。これは取れない、取ったら王手飛車なんでね、取れない対応をしてもした方がいいですよね。取れない対応をする、桂馬跳ねとかでどう。1分。金打ち、銀打ち、あなんか攻めが遅いな。こうなってみると攻めが遅いんですね、意外に。いやーこれ桂馬飛んでみる、遅い遅いかな。ち
ょっと遅い気がしてきたな。桂馬成りからの封じが厳しそうって勝手に思ってるんですけど、いやーなんか微妙な気がしてきた。いやでもいいっすね。なんかこの高段者にはあんまりゴリゴリ金が浸透してないってことですね。結構なこうちょいハマりぐらいしてくれるんで、ちょいハマりしてくれるんでゴリゴリ金浸透してなさそうです。4段5段対2段3段には結構ね通じないことが多いんですけど、4段5段には通じるっていう謎の戦法ですね本当。これはもう桂馬捨てて歩打つしかないな。なんで逃げるの。30秒。角打ちか積んでない。積んでるよねこれ。やったぜ。さすがの腕前じゃの。かかりましたね。はまってくれました。ありがとうございました。四段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ三間飛車よろしくお願いします。三間飛車、あ、これは後手ゴリゴリか。今角打ちの隙があったような気がしたが、まあ見えなかったことにしましょう。さあ銀金上げて、これは一回交換しておく。歩合わせは金上がりですね、いつも通り。からのゴリゴリ金を決めていく。さてですね、どうしようかな。まあ一回金上がり、いや角打ちが先か。ちょっと先角打ってみよう。角打ちから行ってみる。からの金上げ。なにこれ、なにこれは、なに2分30秒。これはなんだい。取るよ。取ってもう一回角打てばいいんじゃないのって思っちゃうんですが、危ないかな。桂馬なりで危ないか。放置して金上がるとどうなるんだ。相手にしないってことか。まあ、一回逃げとくか。怖。ここで金上がる。勝負。勝負していく。スタイル。次何が来ても歩つきます。あ、それは知らん。ちょっと待って。それ取った方がいいですか？歩突き2分。一回取っとこうかな。これと金が消えたら気持ちが楽なんだよな。銀上げても大丈夫だし、あーどうしよう。一回取ろう。いやそれは知らんわ。それは知らんわ。もう一回歩打つわ。まあこれはこうしときます。で歩突く。反撃を開始する。開始できるかな。危ないか。下から歩打ち、歩合わせ。同歩がやばいんで、攻撃してくる。攻撃表示1分30秒。あくまで攻撃表示なんですね。角成り決めておいた方が良かったかな今の。角成り決めておいた方が良かったかな。これは飛車で取れるから一回取りますか。一回取りましょう。銀打ち、すごいなこの手。歩打つとどうなるんだ。歩打ちで飛車がどっか行く。
で、角成り、角捨てでどう？角成り、角捨てでどう？結構嫌なんじゃない？いい気がする。相手の銀は知りません。知らない。知らない。知らんぺ。悩ましい。でもこれ香車取るしかないか。金あげるんですけど、金あげた時に詰めろじゃないから OK じゃない？これ香車とか打っといたら大丈夫なんじゃない？ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。香車打ち。香車打ち。とりあえず一回決めておく。で、同角なり、同歩。同角なり、同歩。同竜。からの、8四。桂馬打ち。30秒。うわ、なにこれ。何これ。一回桂馬打つ。これ詰めろだと思う。20秒。詰めろだと思ったんだけど、うわー、行くしかない。いや、金にもあげたらやばいか。あー、ミスったかもしれん。10秒。あー、ミスったわー、これミスった。あー、ミスった。あー、ミスった。悔しい。この悔し涙を力に変える。これ金あげなかったらよかったんですよね、多分。任せておけ。最悪だわ。困ったらまた助けに来るぞ。あー、しかも五大優勢だったの。桂馬打ちダメだったの？ああ、竜取ればいいってことか、普通に。普通に竜取って、歩なりに？ちょっとよくわかんないわ。任せろ。あ、金打ちね。後手勝勢です。詰めろだもんね。ここ一番の弱さ。これが勝負弱さですね。いや、余談って強いな。これすぐ三段に落ちそうな気がするんですけど、僕だけですかね、そんな気持ちがするのは。うわー、辛い。この辺は良かったんですね。まあね、ちょっと険しい道かもしれません、余談もね。ということで、ありがとうございました。